はい、どうもどうも、おはようございます。SP機です。今日はね、レストラン高間、高間ヶ原ホテルのレストハウス入っていこうと思います。ここはね、あのピザが有名なんで、まあぜひとも1回目はピザを紹介しようと思ったんですけど、ちょっと一人で食べるには何枚もピザ行くのはねどうかと思うんで、誰か一緒に食べる人がいるときにピザもご紹介しようと思います。ということで、今日はピザの方でなくてレストハウスの方、あの普通の定食とかご飯の方を紹介していこうと思います。じゃあ行きますよ。はい、というわけで、高間ヶ原ホテルレストラン高間で根曲がりだけカレーだね、食べてきました。無意味に蛇を見せていく。正直カレーは何突っ込んでもね美味しいです、はい、というね感想で終わっちゃいそうなんだけど、根曲がりだけ、特に私のゲレ食動画とかだと、あの横手山方面のゲレ食とかでよく根曲がりだけ使用されてるんですけど、結構あの貴重なんですよね。地元でも根曲がりだけを取るために山に入ってやれ熊に襲われただとか、うんぬんだとか、遭難したとかね、いろんなことが起きるんですけど、まあ、そのぐらい地元にとっては非常に根曲がりだけって価値ある食べ物みたいな扱いになってます。はい、そんな根曲がりだけをまあ 2,3 本分ぐらいかな、切りまくってカレーに放り込みましたっていう感じでした。うん、正直そんだけ。根曲がりだけってはね、キュッ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 音がしてね、口の中でね、まあ面白い感触ではあるんだけど、まあじゃああれがあるおかげで風味が増すとか味が深みにね、うんぬんかんぬんとかそういうわけじゃないんで、まあカレーに根曲がりだけが入ってるだけです。はい、個人的にはこうご飯をどんどんよそっていくじゃないですか、具を。そうすると根曲がりだけがスプーンの上に、ご飯と一緒にスプーンの上に乗っかってくれないから、だん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 残ってきて、それがちょっとこうカレー宗教的にね、ちょっとね、うーんと思っちゃいましたね。味は問題ないです。値段も900円なんでね、全然大丈夫です。辛さはそんなに辛くない。本格カレーが食べた人は別のお店に行きましょう。はい。という感じで、こちらのレストラン高間紹介してきました。まあね、正直ここのメインはピザなんで、それ以外おまけだという人も結構多いと思います。だけど、ピザは待ち時間があるので、今回カレーの提供時間が3分ぐらい、頼んで3分ぐらい出てきたんで、多分作り置きしてあるでしょうね。すぐ出てきます。で、カレーは飲み物なので、ピザを頼んでから、ちょっと小腹空いて我慢できないよっていう時に、カレーを頼むと、食前酒のように出てきます。うん、それはおすすめかな。多分ね、そういう用途で私も次回から使うと思います、あのカレーは。はい。長くなっちゃったというわけで、今回のゲレ食動画終わりです。レストラン高間来てみたい、特にピザね、来てみたいと思った人、根曲がりだけなんだ、カレーってなんだそれ、ちょっと食ってみようかなと思った人、ぜひグッドボタン押してください。これからもゲレ食動画いっぱい出していきますんで、見ていきたいと思った人は、まだったらチャンネル登録よろしくね。というわけで、今日の動画終わります。じゃあね、バイバーイ。